ですね、で続いて今日の最後、これが短いんで感想ないんだよこれが、続いてはですね、長井花風のね、花風だよね、二風じゃないよな、花風の木刀キタン読みました、うーちゃん、これこれがね期待したんだよ。前に小林信彦っていう人の本読んだら、いや木刀来たみたいな本よくてみたいなこと書いてあってさ、でね、まあ作家がいるんですよ、58歳の作家が。でその彼が失踪っていう本をね、こう考えながら夜の街を散歩してるわけで、そこで散歩してたら、あのちょっと芸者さんみたいな女の人に、ちょっと雨が降ってきたからうちまで送ってくんないかつって言われて、おゆきさんっていうんだけど、その女性がさ、そのおゆきさんをそこで送ったら、そのおゆきさんとまあちょっとこうそういう男女の関係になるみたいな話なんだけどさ、たんですよ。で J 文学とかでやってんじゃん NHK の、それでも紹介してたりしたんだけど、で、まあ、俺も前小林信彦の話聞いてちょっと気になってて、ずっと読みたいと思ってたからさ、で読んだよ。したらこのおゆきさんとの、まあ、そのまあ交流みたいなさ、そういう男女の仲みたいな描く本なんだけど、そこに興味持てなくてさ、俺一番主要なテーマかもしれないとこに、俺さ58歳の、まあ、おじさんが散歩しながら馴染みのある本屋に行ったりとか、夜中街歩いたら、それこそ1920年代とかそのぐらいの話だから、いきなりお巡りさんに捕まって、お前何こんな夜中歩いてんだって言われたりとかっていうところがすごく面白くて、まるでこう泉谷里の散歩の本読んでるみたいな感じでさ、面白いな。また風景描写はすごく細かくするんだよ、割とその当時の東京の、そういうとこ面白くて、おゆきさんのことどうでもいいんですけどみたいな感じになっちゃってさ、で途中でさ、おゆきさんがいろいろちょっとほら借金があって、まあそういう仕事してるわけ、男の人を相手にするような、でその借金解消終わったら私のことを嫁にもらってくれないかっていうわけですよ。で主人公は昔そのそういう女の人とやっぱ付き合ったことがあってさ、でそういう過去の体験からやっぱそういうものに踏み切れないんだよ。それで結局まあおゆきさんのことを思ってたか分かんないけど、別れちゃうって話なわけでさ、俺なんかから読めばね、それこそ俺みたいに最近ちょっとラブしてんじゃねえかみたいな男からするよさ、いいじゃねえか昔何があったって付き合っちゃえば好きなんだろうって思っちゃうわけですよ。俺なんかは単純にいちいちめんどくさいこと言ってねえでよって思っちゃうわけ、なんかこう実は好きだけどみたいなさ、まあ、いいから年のことなんかいいから言っちゃいなさいよ、鈴木清純だって88であんた結婚したんだよみたいな感じになっちゃうわけ。全然ねその辺が俺は分かんなくてね。でもやっぱその木刀キタンっていうと、やっぱりそのおゆきさんとのそんなつの、まあそういう関係を描くのがメインだみたいな評価らしくて、俺ちょっとねそうかななんて思って読んだんだよね。でまた途中で入る挿絵がとってもいいんだ、雰囲気出してて。だからね木刀キタン、なんか誰かリメイクしてほしいね。リメイクとなるとやっぱそれこそこの間言った杉浦紗也子のお散歩ブックとかの話になるのかもしれないけどね、それとはまた別も、本当もっといいんだから。途中でその疾風という作品のこうあれが入ったりとかしてね、そういうとこ面白かったんだけどね。ちょっと長い花粉まだまだ筆が甘いなと思ったの俺はちょっとね。というわけでね、今日はそういう3冊でしたね。というわけで以上レビュー 2.9 でした。